子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日は葉巻について、葉巻を吸い出したのは約25年くらい前だと思うんですが、親父がパイプや葉巻をやる人だったんで、その影響と、あとは映画かなんかで憧れてたんでしょうね、当時。20代の半ばぐらいですかね。近所のタバコ屋さんにシガ売ってましたから、ドライシガですけどね。それでそういうのをちょこちょこやりだすようになって、このうまさに気づいて、それからずっと続けて吸ってるっていう感じですね。当時は箱買いなんかもよくしてたんですよね。独身だったんで、そういうことができたんですけども、箱買いで。で、部屋に置いとくと、親父が1本くれとかつって持ってくんですよ。今はもうそういうことできないんですけども。で、葉巻、吸うにあたって必要なものは、これあると便利ですよね。葉巻用の灰皿。ここに、こう乗っけて、ここに置いていくみたいな感じですね。普通の灰皿だと、こういう形で浮かせることできませんからね。こんな感じになっちゃうじゃないですか。これは水平になるんで、燃え方もいいと思います。あとはカッター、これ朽ち切るときに使うものです。あとはライター、あと出かけるときなんかはこういうシガーチューブっていうんですかね、こうやって保護して持ち運ぶと。で、このスキットル、ヒップフラスコですかね、これにシングルモルトを入れてこういう形で遊びに行く、そんな感じですね。でも今日使用するのはこれですね。葉巻サイズいろいろあるんですが、私は、コロナ、ロブスト、チャーチル、その辺を主に吸ってますね。チャーチルだと90分ぐらいで、コロナだと 1時間ぐらい。あと時間のない時は、シガリロですね。これだと、20分ぐらいで終わります、これだと。このサイズは持ってて便利ですよね。で、濃い葉、美味しいですよね、ここの葉巻は。で、私、吸い始めた時期に、一冊本読んで、どういう本だったかな、葉巻の楽しみ方みたいな、シガーの楽しみ方みたいな本だったんですけど、それが私のベースになってるので、そこの、記憶というか、そこで学んだことの紹介になります。そこにはこう書いてあったんですよね。まずはこの、葉巻の見た目で楽しむと。上質な葉でくるんでますから、綺麗に巻かれてるなぁだとか、見た目を、リングを楽しむだとか、そういうふうにまずは楽しむ。その次に指で少しなんていうんですかね、弾力を確かめて指で楽しむみたいな。ドライシガーだと葉がもう乾燥してますんで、ちょっとパリっていっちゃう可能性あるんですけど、これもヒミドールに入れて、ウエットシガーって今言わないのかな、プレミアムシガー、少し湿気ってる状態です。その方が味は芳醇だと思います。ドライシガーだとちょっと辛いんですよね。私はドライシガーだったとしてもヒミドールに入れて、熟成させますね。その方が美味しいですから。あとは匂いをまず火をつける前に楽しむ。いい匂いします。まずはそういった楽しみ方をするみたいなことを書いてましたね。作法ですね、それこそ。でも私は、家で吸う分には、どんな吸い方でもいいと思うんですよ。実際私も家で吸う時はここの口の部分、まあ、ちょっと肩残してね、ナイフでスパッと切って、まあこうカジュアルに楽しんでます。ただ公共の場、シガーバーとかそういう場所で吸う場合にはある程度こうマナー守った方がこうスマートといいますか、まあ、他の人もこう不快にならないっていう部分はあるので、そういう吸い方を、今回やっていきます。まあ一通りこう見た目だとか触った感じだとか匂いを楽しんだ後に、まず口切りますね。こういうカッターで、でここなんていうのかな、ここ丸まってるんですけど、こう丸くなってるんですけど、その丸くなってる部分を少し残してカットするんですよ。これここら辺からスパッとカットしちゃうと平らでしょ、そのまんまの太さのところでスポッてカットしちゃうと吸い込みがよろしくないんですよね。吸い込みのフィーリングが、私はもうフィーリングで生きてますから、まあ、全てにおいてこのフィーリングっていうことを大事にしてます。だから、この丸い部分を少し残して必ずカットするようにしてます。じゃあ実際にカットしてみます。はい、カットしました。で、このカットする時なんですけど、灰皿の上でカット今しましたよね。これが一応スマートということになってます。まあ他の場所でこうカットしてこの破片をね、ここに入れるっていうのはあんまりよろしくないとされています。はい、これカットした断面見てみましょうか。若干この丸い部分を肩の部分を残してカットするのがいいと思います。でここにカットした刃を落として、その次に着火なんですが、着火の方法は何種類かありまして、まあ、一つは葉巻用の長いマッチがあるんですよ。このぐらいの、まあ、それ杉の木でできてたのかな。それをすって火薬の部分が燃えて木だけになってから火をつける。まあ、火薬の部分の燃えてる最中だと火薬の匂い入っちゃうんでよろしくないんですよ。あとは杉の板のかけらみたいなものになんかライターかなんかで着火して、その杉の木でこう火をつけるみたいな感じも皆さんやりますよね。あとはジェットライターかこういったガスライターですね。匂いありませんから、まあ、匂いが移ることが一番台無しにしてしまうんですよ。まあ、最悪なのはジッポーライターとかオイルライターで火つけてしまうともうまずくて吸えませんからね。そこら辺だけ気をつけてください。で最初にこの口の部分、火口の部分を炭化させます。まあちょっと炭みたいにするんですよね。で、まあ、ライターを火つけて直接火をつけるんではなくて、こういう感じで離してやっていきます。ちょっとあまり離しすぎかな。こういう感じで回しながら均一に炭化させていきます。この時ライターの金の部分かなり熱くなりますから気をつけてください。炭化するとこういった感じで真っ黒になって、まあ、若干火が移ってる状態です。こんな感じですね。まあ、ここまで来たらようやく口に運びながらまた火をこう離しながら軽くふかします。で赤いところがこう全体的に赤くなるように、均一に火をつけることが重要だと思います。こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。ちょっとこっちが燃えすぎててこっち燃えてないんでちょっと足しますね。いい感じじゃないでしょうかね。あと持ち方、公の場では、こうやって持ったらあんまり見栄えよくありませんので、こういう感じですかね。こんな感じとか。それで吸い方は常にクールスモーキングということを意識してゆっくり吸い込みます。で吸い込んだ煙は、口の中にこう付着しただけで十分味わいありますので、あまり肺には入れない方がいいと思います。結構えぐいんで。じゃあゆっくり吸い込んでいきたいと思います。こうゆっくり吸い込むのには理由がありまして、力強くこうグッと吸い込んじゃうとここ真っ赤になって熱い煙来ちゃうんですよね。そうすると結構えぐみが増してしまうと。だからゆっくり吸い込んでなるべく冷たい煙を楽しむっていう考え方です。これはフィリピンのプレミアムシガーらしいんですけど安かったんですよね。370円ぐらいだったかな、1本。こんぐらいだったら時々吸えますよね。ハムキとスコッチ最高だと思います。でこれ燃え方なんですが、今ちょっと斜めになっちゃってるんですが、なるべくこう水平に減っていくのが理想とされています。だから例えばこういうふうにこう段差できてしまっている時は時々私は足してます、火を。でこう軽く吸って、これ吸い終わるに結構時間かかりますんでゆっくり動画撮っていきますね。でこの葉巻の灰なんですが、これ灰がこうできたからといってすぐに灰は落としてしまわずにしばらくここにくっつけておくんですよね。その本で書いてあったのはこの灰が空冷エンジン、車の空冷エンジンだとかああいう、フィンあるじゃないですか、エンジンのこう火だみたいな、その効果と同じで火種をあまり熱くさせすぎない効果を生んでいるそうです。だからこれはしばらくつけておきます。でもうちょっと長くなったら、落としていくんですが、落とし方やっていきますこれから。現段階では、燃え方も水平で良好な状態を保っていると思います。今だいたい2センチぐらいですかね、灰の長さが。私は 2.5 センチぐらいまで灰をこう作るんですが、一旦灰落とし方やりますね。今これ置いといた状態です。ずっと置いとくと火消えるんですが、今火が小さい状態です。でそういう状態の時は今灰も硬くなってるんですよね。で私今一旦吸い込みますんで、その時ここ赤くこうリングができてまた熱くなるんですよ。その時に灰が柔らかくなって起きやすくなりますんで、そうやってやっておきます。やってみます。折っちゃいましたね。こんな感じです。失敗しましたけど、ここ熱くなると落ちやすくなるんですよ。大失敗ですね。粗相をしてしまいました。今こんな感じです。これですね。これだとまあ作法的にはよろしくないですね。本当はこの状態でここを温めてからここに静かに置くんでした。それをやりたかったんですが、ちょっと今調子に乗りすぎちゃいました。じゃあちょっと今のなかったことにしてこっちに移しますね。まあちょっとかっこ悪いんですが、まあ崩れちゃったんでね、かっこ悪いんですが、まあこういう状態になるってことです、本来は。まあ先ほど無作法をしてしまいましたが、まあ、理屈は分かっていただけたかなと思います。まあここ熱すると柔らかくなるんで灰が落ちると。それをまあ意図的に作り出して、まあ、落とさない程度に熱してここにゆっくり置くということができればスマートなんだと思います。はい、一度灰を落としたらまた灰を育てていくという感じですね。先ほども言いましたがクールスモーキングはずっと心がけてください。あまり火種をこう刺激しないでゆっくり吸い込む。そうすると熱くなりすぎない煙が入ってきて味わいがよりなんていうのかな感じられると思います。さあ灰の量もだいぶ育ってきましたんで、さっき失敗したやつもう一回やってみます。まあゆっくり吸い込みまして、こんな感じで置きます。さっきのと比べるとこっち綺麗ですよね。こっちボロボロです。まあ、シガーバーとかに行った時には、まあ、こういう風にした方がスマートっていう話ですね。あとこのリング、これだんだんまあ火がこっちの方まで回ってくると、まあ糊が自然と柔らかくなって剥がれます。まあ、今もちょっと柔らかくなってると思うんですが、まあ、こういう風に外してですね、外れるようだったら外して、まあ、ここら辺にでも置いとけばいいと思います。長く吸ってるとタールのえぐみだとか出てきてこうきつくなってくるんですよ。短くなればなるほど。まあそうなったら吸い込み量を調整して、さっきはまあ10の吸い込みだったとしたら、まあ5ぐらいに抑えるとちょうどいい味になります。まあ、さっきと同じ調子で吸ってるとかなりえぐくなって喉の奥とかイガイガしてきますから、吸い込み量の調節で味をコントロールしてください。まあどこまで吸えばいいのかっていうのはもうそれはその人が美味しいと思う限界までですね。私はだいたい2センチぐらいまで、まあものによりますけど2センチぐらいまでは吸えるものは吸います。ここら辺でギブアップっていうのもありますけどね、まあ、そういう時は無理しないで、まあ、そのまま終わります。まあだいたいそんな感じですね。作法的な感じっていうのは、まあ、先ほども言いましたが、私は家で吸う時はあまり気にしないで、まあ、カジュアルに吸うんですが、シガーバーとか、まあ、外で吸う時は少しそういうことに気をつけたら、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じで、あとはこれゆっくり吸いたいと思いますんで、やっぱうまいですね。それではまた後ほど。さようなら。あとさっき紹介し忘れましたが、ヒュミドールタッパ使ってます。まあこれフィルム剥がないと意味はないんですが、なんかスプレーかなんかのキャップにティッシュペーパー入れて水張って、まあこれで十分だと思います。でまあ保湿してますんで時々カビ生えることがあるんですよ。で、白カビの場合は問題ないです。黒カビの場合は問題ありますので、ちょっと拭き取ったり、水分減らしたりして調節してみてください。